皆さんこんにちは。マーケットトゥデイをお伝えいたします。本日の東京株式市場ですが、大きく下落しております。この下落した要因といたしましては、アメリカの株式の下落もあります。そして、ヨーロッパ株式全面的に下落しておりました。ヨーロッパの株式に関しましてはブレグジット後のですね、やはりそのイギリスの EU 離脱というものをですね、やはり本格的にこう詰めていくという状況になる中ですね、イタリアの国債、そして、その他ですね、南欧諸国の国債の通貨が少し国債とかですね、通貨が少し弱含んできていると、国債が弱含んできているというような影響も受けているのかなというふうに思われます。そしてアメリカ株式の方なんですけれども、アメリカ経済動向ですね、堅調に推移していたんですが、一部足並み乱れてきているような状況がございまして、ニューヨーク株高ということもあってですね、一時期はアメリカの経済指標を弱含むとですね、利上げが遠のいたということで、株式交換したような流れがあったんですけども、現在のところはですね、アメリカの株式少しこう下に反応するようになりました。これはやっぱりアメリカの株価高値警戒感があるとともに、そこに出てくる経済指標の、弱いものがですね、一旦売り材料になっていくんじゃないのかなというふうにとらわれているのかと思われます。そういったことを受けまして、本日の日本の株式の方なんですけども、見ていただきたいんですけども、日経225ですね、16,083円ということで、308円安になっております。トピックスに関しましても、同じような下落幅になっておりまし、下落率になっておりまして、28ポイント安いということですね。そして、売買代金ですけれども、このところ、2兆円そこそこというところで、2兆円超えましたけれどもですね、一時期の勢いを少しこう失せてきているような状況です。海外よりも為替の動向がですね、海外一時期1ドル100円台の推移だったんですけども、日本では101円といった推移であったんですけども、弱含んだという形になって、おります。そして業種別の動向を確認しますと、こちら弱い方ですね、証券、やっぱりその先行き株式の下落懸念が強まってきますと、証券株は売られやすいということですね。それと金融緩和期待がありました。それも、日銀の金融政策決定会合を通過しましたので、金融緩和しばらくないということで、こう不動産とかですね、銀行などもこう売られてきているような状況にあるのかなということですね。それとあと、食料品とかですね、一部こう内需のところも売られてきております。業績の良かったもの、材料出尽くし感から下落というものもございますが、従来から株価が弱くなりますとですね、真っ先に下げてくる鉄鋼とか海運とかですね、そういったところもまた今日大きく下げ始めてきておりますので、昨年から始まってですね、いた流れ、株価が大きく下落しますと、銀行とかですね、こういった鉄鋼、海運といったものがこう下落すると、で不動産も動きがあまり良くなるという流れは変わっていないなということで、昨年の、夏以降のですね、下げパターンの中にこう入ってきているんじゃないのかなというふうに思われます。はい、そういった中で、相場全体をですね、こう確認していくような状況にもなるんですけども、ちょっとですね、全体的なチャートをですね、もう一度こう確認というかですね、見ていただきまして、その日足と今日10分足でもちょっと説明したいので、またそちらの方を見ていただきたいと思います。それでは今チャートが出てきましたけれども、こちら見ていただきますとですね、10分足となっております。ここはですね、大きくこう上下動しておりますけれども、この日はですね、金曜日ですね、先週金曜日、日銀の金融政策決定会合の発表とともにですね、大きくこうブレました相場がですね、結果ですね、上昇していけてはいるんですけども、やっぱりその後流れがこう変わってきたかなということですね。まずこの8月1日月曜日ですけども、買われてはいるんですけれどもですね、こう徐々にこう弱含んできているような形で終わりですね、次ですね、の日の8月2日にはですね、やっぱり引けにかけてこう弱いという動きですね。そして、この流れがですね、やっぱりこう今日もですね、一時期こう若干こう戻るような局面もあるんですけれども、やっぱりこう下に向けてきているということで、やっぱり金融政策決定後ですね、相場の流れ、こう、このところ日足の10分足で見てもですね、変わってきているかなということですね。総じて見ますと、やはり日経平均株価ですね、当面のこの4月21日の高値を形成した形になりまして、
安値がですね6月の時に1万4864ってあるんですけども、まあ、この高値とこの安値の中間地点ですね、ちょうど一目均衡表の雲の切れ目のところになってきている、まあ、この1万6000のところですけれどもね、まあ、この辺をこう目指し、そしてこう下に行くような、まあ、状況になりつつあるのかなというふうに思われますので、まあ、ちょっとですね、まあ、押し目買いをするなら1万6000円を割れた水準でこう考えてくるというような状況になっているんじゃないのかなというふうに思われます。そういった中で当面の相場の状況をですね、見通しに関しまして、まあ、こちらも表を用いて説明をいたします。はい、2016年度後半のですね日経平均株価のイメージでございます。まあ、おそらく7月8月ですね、7、8月に、まあ、こういった好材料が出たことで、まあ、若干こう1万7000台の期待感もあるかとは思いますけれども、まあ、一番のシナリオこう 70% の確率で、まあ、私いるのではないのかなと思っているんですけども、この8月ぐらいこうある程度高値を形成してですね、そして9月10月にかけてちょっと調整弱含みの局面が来るのではないのかなというふうに思っております。まあ、秋口にかけましてはですね、まあ、大統領選挙、まあ、これ11月ですけれども、その後の円高ドル安というものを少し気になってくるんじゃないのかなということですね。それとあともう一度このユーロ安ですね、離脱問題というかですね、もう一度この秋口にかけてですね、具体的にどのような形で離脱していくのかというのも話詰まってくるかと思われます。中国の景気減速とかですね、まあ、秋口には海外ファンドの決算なんかも迎えますので、まあ、それを比べて、それを控えて需給面でこう弱含んでくる可能性があるのかなと。それで秋口の対策がですね出て、まあ、年末にかけて、まあ、若干こう株価を戻してくるような、まあ、そういったところをシナリオを想定しておりますので、まあ、今後ですねこの夏場からこの秋口にかけた調整というのをですね、まあ、こうある程度考えながらの相場になってくるんじゃないのかなと思います。それで今為替が1ドル105円ということ、まあ、110円で今期業績予想を出している会社多いのですが、まあ、これはですね今足元100円近くなってますけども、まあ、105円にですね、変更した場合ですね、まあ、どのような日経平均EPSに変わるかというと、まあ、1132円、1201円から1132円に変わってきます。こちらの表出ておりますが標準偏差なんですけども、まあ、このマイナス1シグマからプラス1シグマの間に 68% の確率で入るという状況になっているのが1シグマ、マイナス1シグマで15,973からプラス1シグマ19,817というものがですね、まあ、1ドル105円に置き換えますと15,056から18,678というものに変わってきます。真ん中居心地のいい水準というのが16,867ということになりますので、まあ、どうしてもですね相場の方ですね、まあ、こちらの方105円下の方を少し考えてくるのかなというふうに思います。まあ、為替がもし100円ということを仮定しますと EPS 1000飛び78円まで日経平均の EPS 下落してきますので、まあ、そうしますと14,337から17,787ですね、真ん中の水準でも16,000というのが、ちょうど居心地のいい水準になってくるということで、まあ、この辺を想定した、まあ、株価というのをですね、今後考えていかなくちゃいけないのかなというふうに思っております。そういった中で最後にですね、当面の注目していくところなんですけれども、まあ、何が注目していくかというとですね、やっぱりその対策出ましたのでこれからはですね具体的に資金が振り分けられて動いてくる公共投資関係のところですね、やっぱそういったところの銘柄っていうのは注目されてくると思いますので、まあ、もう一度その辺を見直していきたいと思います。投資テーマということでやっぱり待機児童関係のところですねのところと、まあ、あとはその人手不足関係のところ、そして IoT、そして AI というところですね、あとは2016年度の補正予算関係のところのところとかですね、あとは VR ですね、これソニー10月に発売する VR の方もう予約がまた始まってきてますけれども、まあ、そういったところの動き、そしてインフラファンドということで実際民間の活力を利用した今回の経済対策にもなっておりますので、まあ、こういったところが一つのテーマとしてですね、景気対策出ましたけれども一旦出てですね材料出尽く時間から、まあ、株価ですね、まあ、一旦下落したところですね、まあ、もう一度こう拾っていきたいなというふうに思っております。まあ、そういった中で注目していきたいのが特にですねこの IoT 関係のところですね、それとあとは補正予算に絡んだですね、まあ、建設株のところ、まあ、こういったところをですね、まあ、注目して、押したところを買っていくというような、まあ、投資行動を取っていくとですね、またこの秋口から先のですね戻りのところで、まあ、相場また取れてくるんじゃないのかなと思っております。
以上でマーケットツデー終了といたします。ありがとうございました。